船水先生に講演をやれと半ばトイレで命じられましてですねちょっと対象がどのような人にお話しするのかイメージわからなかったんで、私も食資源の教員に今年からなってますので、そこにいる学生さんにでも理解できるような内容で、心がけてプレゼンを作ってきました。早速始めたいと思います。ラオス北部山岳地域の焼き畑農民が直面している問題とその対策ということに対して発表します。で、ラオスという国も皆さんどこにあるかあまり知らないかもしれませんが、もう一つここで出てくる焼き畑っていうのは、昔々日本では行われてたそうなんですが、最近では焼き畑って火をつけて焼いてそれで食料を生産するのというぐらいの知識しかないかと思いますので、最初のでちょっと焼き畑について簡単に説明したいと思います。でちなみにこの風景はですね、陸稲の種をまいているところ、火を入れて圃場を整備してから陸稲の種をまいているところです。これがフィールドなんですけど、ラオスの山岳地帯に位置しておりまして、山間地にあるところです。でまず焼き畑なんですが、知っている方もたくさんおられるかと思うんですが、まず刈り払い火入れを行って、その後に、作物を栽培すると。でその後は休館ファローにする場合もありますが、あるいは移動してですね、天然林を伐採してやるケースもあります。でこの栽培期間の長短ですとか、どういうところを利用するかによって多少類型化ができます。基本はその休館とか森林を含んだ、林間栽培のようなものです。で、ですね、これはラオスの実際の焼いた後の風景ですが、非常にちょっと見た目では悲惨な状況に見えるかと思うんですが、古いデータで申し訳ないんですが、1990年代ぐらいはですね、世界の 5% ぐらいの人が焼き畑で食料を得ていたと言われています。で一方でですね、これが森林破壊につながっているよという指摘もありまして、国際的にはその焼き畑自体は悪者だというイメージの方が強かったと思います。しかしながら、こういう熱帯地方を中心に焼き畑が行われているんですが、そこに住む人々がですね、食料を得るというふうな形態でして、実際に調べてみると非常に合理的な方法の農法の一つであるというふうに言えるかと思います。で、ちょっとこれ、ずいぶん古いやつなんです。ピメンテルさんのやつなんですけど、上の3つが焼き畑的で、下の方が日本や欧米諸国のような集約的な農法なんですが、ちょっとここに出てるのがインプットのエネルギーと収穫物としてエネルギーの比率を書いています。つまり焼き畑では収量はヘクタールあたり1トンに満たないんですが、他は5トンぐらいなんですが、そのエネルギー効率は非常にいいんですね。インプットが少なくて得るものがそれなりにあるということで、非常に効率のいい農法の一つであります。では焼き畑っていうのは、さっきも言ったように休館というか森林の植生、森林までいかない場合もあるんですけど、放置する休館っていうのと、それから刈り払い火入れっていう作業がメインになります。で、こういう作業といいますか、こういうことによって土壌ではどういうふうなこと、土地の生産性にどういう影響を与えているのかなっていうのを簡単にまとめました。まず休館はただ単純に植生が 再生するなんですが、付随的にですね、森林状態になると遮蔽しますんで下草が生えてこないという除草の効果も少し期待できます。それからこれは重要なんですが、作物の吸収できる範囲よりも広い深い土層から養分を吸って植生自体が養分を蓄えてくれる効果があるよ。それからもう一つちょっと書いてないんですが、重要なのは、雨の影響を直接土壌に伝えないといいますか、雨のエネルギー結構強いんですが、それを遮蔽することによって、土壌の構造を破壊するのを防いでくれるということも期待できます。それから刈り払い火入れの効果なんですが、
当然のことだとは思うんですが、樹木に蓄えられていた養分を焼いて灰として土壌表面に還元することによって養分補給が期待できる。それから、灰分カチオンの負荷によって酸性土壌でしたらpHが上昇することも期待できます。それから、実際に火入れを行いその後、乾燥化が進みます。それで地温も上昇します。直射日光が当たるので、それに伴って有機物の無機化が促進されて作物に吸われやすくなるという効果もあります。それからもう一つ、雑草あるいは病原菌の防除にも役立つでしょうということが期待されています。で、こういう一連の焼き畑なんですが、実は焼き畑における土壌劣化ということでこういうことが理論的に言われています。でちょっと見にくいんですけど、縦軸が土地生産性あるいは土壌肥沃度で横軸が年次ですね。で、焼き畑をやって栽培をしてゆっくり土地を休ませてやると土地が回復します。で十分に回復してからもう一回焼き畑をやって、数年単年度やってまた休まれてると、土地生産性は回復するというシナリオです。でこれに対して休館期間を短くしちゃう、つまり、特定の土地の栽培頻度を上げると徐々に生産性あるいは土壌肥沃度が低下していって再生不能になるでしょうというシナリオがあります。でこれは理論的に考えると正しいと思います。しかしながら、メルツさんとかこういう人らが述べてる、一部述べてるんですけど、土地条件も違うし栽培方法も違うし土壌も違う、そういった環境の中において単純に休館期間が短くなると生産性が下がるのかなという、そういう疑問も呈されております。でこういうことを踏まえてですね、今回皆さんにご報告する目的というか研究の目的は、ラオスではですね休館期間が短縮されています。なぜ短縮されたかちょっと後で述べるんですが、でそういった条件下において焼き畑における土壌肥沃度の時間的な変化あるいは空間的な変動ってどういうふうになっているのかなというのを明らかにした。それからもう一つなんですが、生産性が下がっているということも実は農民のインタビューで分かっております。でそれを少しでも維持するのにはどういう方策があるのかな、農民が実現できるような方法でどういう手段が取れるのかなということについてちょっと試してきました。長いな。それで方法に、ラオスという国は、ベトナムとカンボジア、タイ、ミャンマー、それから中国に囲まれた内陸国です。海には面していません。で人口が日本の 63%、 面積は 63% なんですが、人口は日本の 5%、 北海道よりも若干多いぐらいの人です。それで稲の作付面積は北海道に比べるとその6倍。で北海道は米を作って北海道道民だけ食べるんじゃなくて内地の方にも出してますので、この人口で6倍の米を作っているということです。それはなぜかというと、実は成人、ラオスの成人は1年間に食う米の量は210キロなんですね。日本人は最近50キロぐらいですかね。だから4倍ぐらいで、カロリーベースでいくと 70% 米から食べて栄養を取っているという、非常に米に依存しているような 食文化があるところです。でちょっとこの小さい図なんですが、北部の山岳地帯と中部の低平地と南部というふうに、地勢条件によって分かれるんですけど、実はこの黒いバーっていうのが焼き畑による陸稲の栽培面積、面積ですね。で北部見ますと黒いのがトップです。つまり北部の山岳地帯では焼き畑によって主に米を作っている。でちなみにこのグレーのやつが灌漑を用いない天水田です。水田の形態をして水を張るんですけど、雨水だけに頼っているのがメインです。で白いのがですね、日本のように灌漑水路を引いてですね引っ張ってきて栽培するような水稲栽培になる。ですからラオスは、天水田がかなりの大半を占めてて、特に北部では焼き畑に依存した米生産をやっているという状況にあります。
で、私が調査に入ったのはこの星印のところです。これはラオスの京都みたいなところで世界遺産にも指定しております。ルアンプラバンという町から車で1時間ぐらい行ったようなところです。でここではですね、休館期間が1975年では5年から6年ですけど、最近ではもう 2,3 年で回しているという状況で、それに伴って収量も半減しちゃったっていうのが農民の聞き取り調査によって情報を得ています。でこれがフィールドになります。衛星データを工夫して鳥瞰図にしたやつなんですが、これがメコン川の支流のカーン川というところで、ここが村になります。でこの辺のエリアが 村が所有している土地になります。ちなみにその私のサイトこっちの方にあるんですけど、歩いて40分ぐらいかかるんですよね。でアップダウンもあるので、行って戻ってくるだけでもちょっと大変なようなところです。で村の情報についてちょっとお話ししますが、100家族ぐらいが居住しています。それで重要なのは2005年に近隣山村との合併をしたということです。で焼き畑の休館期間が減少している要因の一つの政策として、貧困撲滅のためのプログラムを組んでまして、遠いところ、交通の便が不便なところ、そういったところは医療サービスですとか教育サービスが受けれませんので、その交通の利便性のいい村に移住させましょうという政策ですね。それで山村が合併してこの村にやってきたと。でちなみにこの下の方にあるのが昔の人らで、新しい台地の上にあるのが移住してきてた人です。というふうに、周辺村の人口が急激に高くなった。でそれからもう一つなんですが、森林政策も影響しています。で焼き畑は最初に述べたように、森林の保全に負の影響を与えているんじゃないかということで、ラオス政府もゾーニングをやりました。保護林、あるいは焼き畑をやっていいところというふうに5つのカテゴリーに分類したんですが、必然的に焼き畑をやっていい土地の面積を減少させました。ということで、これまで自由に農民の意思でほぼ自由にできていた焼き畑が、ある特定の場所、しかも人口がたくさん来たということで、だいたい1家族の平均の所有地が1ヘクタールで、3年に1回栽培した、2年休館して1回栽培するというサイクルになっています。で、これがラオスの気象条件なんですが、熱帯モンスーンの影響で乾季と雨季に分かれています。で雨季の、年降水量がだいたい1400ミリなので、札幌よりもちょっと多いぐらいですね。で 90% が雨季に集中するということで、この期間焼き畑によって陸稲を栽培しています。で3月に刈り払って十分に乾かしてから火入れをします。で耕作をして10月ぐらいに収穫するというサイクルです。でここに書いてますが、当然不耕期で肥料は投入してません。何にも言ってない、だから、まあ、自然農法の一つですね。で土壌は、実は、泥岩とか結岩を母材にした土壌でして、粘土がたくさん含んでいます。 45% 以上のところもあって、結構粘質な土壌です。ただ、母岩の一つに石灰岩がありますので、酸性化はそんなに進行していません。カルシウムに富んでいるような土壌です。で、調査地点なんですが、この虫ピンがあるところで一応調査しました。で調査の方法なんですが、一応私土壌の研究者なので、土の中の物質循環をちょっと調べたいということで、30センチぐらいまでの土の中の増減、定期的にですね増減を測るのと、どれくらいの養分が地上部に吸収されるか、あるいは雨でどれくらいやってきて、斜面ですので水が流れますので、土壌侵食によってどんだけ流されるか、あるいはたまるかというようなことをコツコツと調べてまいりました。でこれはちなみに 雨の養分を調べるやつで、土壌中の下部浸透は、これもまあイオン交換樹脂を通してそこでトラップするという方法で、定期的に回収して調べました。で、ようやくここから結果と、に入るんですけど、実は定期的に観測してたのは2004年から2010年までの7年間です。で焼き畑の研究はこれまでいろいろされています。
ですが同じ場所で定期的に測ったというような事例が少ないと思うのでちょっと貴重なデータかなと思っております。で一つが典型的な焼き畑の斜面、この写真実は食資源のホームページの写真なんですけど30度あるんですよ、30度の斜面、これも30度ぐらいある典型的な斜面、それからこれが斜面の下におよそ3度ぐらいの平らになってくるところがある、そこも調査地、それからここでは珍しくですね水田が一部あります。で一部水田の中で斜度が6度ぐらいで10年間以上トウモロコシの栽培をしているところもあります。そこを定期的にコツコツ7年間測りました。でその結果の一つがこれです。これは縦軸が全窒素の顔料で横軸が年次ですね。で10年間高温連続して栽培しているところは初期の値は高い、つまり窒素をたくさん含んでいるんですが徐々に減少しています。でこの減少傾向を見ると1年間に大体400キロぐらいの全窒素のうちの400キロぐらいが失われているんじゃないかなということになります。で他の典型的な斜面は減少する傾向にはありますがそれほど急激な減少はありません。まあこれは全窒素に限ったことなんですが、一方もう一つの有用な交換性のカリウムなんですけど、ここは土壌の母岩の性質がもともとカリウムにリッチな性もあるんでそれほど顕著な現象は見られません。一方で増加しているようなところも見られます。ということでカリウムはそれほどストレスがないのかなというような土だと思います。でそれに対してリンなんですけど、ですね赤いところが常に栽培しているところでここは増減を繰り返しながら一方高水準を得てるんですが、実は典型的な水色と青の線は下の方を張ってて火入れで上がって下がって火入れで上がって下がってっていう人為的な影響のをもろに受けているということが言えるかと思います。これでこれちょっと詳しくお話しすると、実はこの斜面で測ってですね、で傾斜ここは30度の斜面で平たくなってきている脚部斜面なんですけど、ここと比較して養分収支あるいは年次変化を測ってきました。でこの写真でもなぜそういうふうなことが起こるのかなっていうのが分かるかと思うんですが、これ雨の時の写真です。で光っているところが水道です。つまりこういう急傾斜地で裸地状態をして、しかも高強度が強い雨が発生するので必然的に加速的な土壌侵食が起こっているという。で侵食量を推定しようと思って、実は私ここにいるんですよ。ここにいてですね、土壌侵食量を測るトラップだとかいろいろ工夫して測ってたんですが、結局雨の量が強すぎて、受けるのを越流しちゃってですね、正確に測れなかった。で仕方がないので、実は137セシウム、まあ福島の原発で問題になってますが、あれは1600年代に大気核実験によって実は全球上に降ってるんですよね。でその土壌分布を測ると大体侵食量が推定できるということでちょっとやってみました。まあひどい値だったんですが、でここのところをちょっと詳しく見るとですね、実はこの断面は下の CRF で設けた断面なんですが、この点線より上がですね明らかに斜面上部からやってきて堆積した土層になります。11センチから12センチぐらいで、年数は分からないんですが、こういうふうに土壌自体も流されてくるということで、当然養分溶質の状態あるいは土とくっついたコロイドの状態で下の方にやってくるでしょうという、先に結論から述べているおくと、この土壌侵食によって、地域間の格差が広がるということで、実際に、まあ、これは火入れによる変化なんですが、斜面の上部と斜面の下部で、緑から赤に変化します。で火入れするので当然、リンですとか、カリウムは上昇します。ですけど斜面を通じて土壌侵食で流されますので、その総量はですね斜面下部の方が圧倒的に多いんですねという現象が見られました。で、これも炭素なんですけど、斜面の方では上昇して、あごめんなさい、脚部の方では上昇してるんですが、斜面の方は逆に有機物が分解して減少している、
地形条件によって全く違う変化を示している。それから交差期間中は水色から赤に減少する、つまり作物に吸収されるということでリン酸はなくなっていきます。で、炭素もなくなって分解してなくなっていくんですが、実は斜面の脚部でまだ継続して増え続けると、ますます土が肥えてくるような状態になっているということです。で、先ほどのリン酸を拡大したのがこちらになります。ちなみにこれが斜面のリン酸なんですが、ここで火入れをするのでドンと上がります。で、減少して休館に入ると、寒気の時には変化しないんですが、雨季の休館の時は植生がリンをするので減少してまたフラットになってっていう、これを繰り返しながらどんどん減少していきます。で、次の火入れでまたドンと戻って下がるという、まあ典型的なパターンかと思うんですが、実は同じ時期同士を、これが実はですね、このプロットは作付け前の点で、でこの年はですね、火入れ直後にもサンプリングできました。でこれが作付け前なんですが、作付けから火入れの間は1ヶ月ちょっとなんですよね。1ヶ月ちょっとで作物に吸われたわけじゃないのにリン酸が31キロぐらいなくなってるんですよ。つまり31.7 キロぐらい、つまり栽培してない期間、火を入れて さあ種をまきましょうっていう間に、実は31キロぐらいのリン酸が土壌侵食によって失われているという現状。つまり土壌侵食を止めない限り、休館が短縮していく中で、その土地の生産性を維持したり土壌肥沃度を高めるんじゃなくて維持するということは難しいということがこれで分かるかと思います。で、あ、逆か、あ、すいません。なので、根本的に生産性を維持するためには土壌侵食をなんとかしなきゃいけない。で、一般的に土壌侵食を抑制するには、カバークロップとか地表面をマメ科の植物で覆って被覆して土が流れにくいような状態にする、あるいは抜本的な対策としてはテラス栽培を導入する。ただしテラス栽培を導入しようと思った時には、その人的あるいはお金の予算も投資しなきゃいけないので、ちょっと非現実的でした。で、カバークロップを導入した事例もあるんですが、実は豆と稲が競合して本当に欲しい稲の収量は維持できないということも言われています。そこで田んぼを作ったんですね。で、これ、実はこの平たいところにせっかくだから土壌侵食で流れ込むんだから、養分が流れ込むんだから、ここにあぜを作って田んぼにしたらいいじゃないかということで、村の人と協力して田んぼを作りました。で、大体、2アールぐらいの小さな田んぼです。で、金平ができなかったので 2枚にしたんですけど、それで土壌水分ですとか、養分をモニタリングしました。で、その結果がこちらです。で、これが中間斜面の収量、これかわいそうなぐらい少ないんです。1ヘクタールあたりもみの重さで 0.3 トンぐらいしか取れてない。で、一方で田んぼを作ったところは 2.5 トンぐらい取れているよと。で、また田んぼの隣で何もあぜとか作ってないところも、もともと土地条件がいいので 1.8 トンぐらい取れてますよという結果で、田んぼを作ることによって少し、収量が高まったのかなという気がします。で、はいで、養分収集とかも当然取ったりとかですね、検討したんですが、斜面の方ではやはり土壌侵食によって養分が減るっていうのは確実に有意差があったんですが、田んぼではですね、一部の養分は深さ、まあ深さ5センチの部分、あるいはもうちょい深いところで増加しているっていうのもあるんですが、基本的に減少はしていなかったという結論が得られました。で、これが実はリン酸の収支なんですけど、もともとあった土壌がさらに増えちゃったという、で作物に吸収されたのが33キロぐらいあるんですけど、土壌中のリンは増えちゃった。で、そのからくりは斜面上部から来る土壌侵食によってのインプットが35キロぐらいあったんじゃないかということが言えます。
で翌年度は上焼き畑やめちゃって休館にしちゃったんで期待されたインプットはその30分の1ぐらいに減ってるんですが、で残留してた、土の中に残留しているリンを使ってそこそこの稲が取れています。でこういうリンの収支を考えると実は、簡単に申しますと4年ぐらい平たいところで鶏飯を作って田んぼにすると4年ぐらいは取れるんじゃないかという結論にいたしました。それから土壌水分なんですけど実はこれも重要でして、これが降雨量と土壌30センチの土壌水分のモニタリング結果なんですが、これが換気と雨季で、まあ、一変するぐらい変わるんですよね。一変するぐらい変わる。でそれを見ますと、でこの上の線が補助用水量、下の線が、一時使用点、ちょっと枯れてくるよという危険な水位を表しているんですけど、ほぼ天水田はこの適当な水分条件の中にあります。一方で焼き畑の斜面ではかなりの部分がドラウ、乾燥の影響を受けて生育が阻害されているよと。で田んぼにした方が脚部よりもまだその頻度を下げることができ、適当な土壌水分をコントロールすることができたのではないかというふうに考えました。で最後の結論なんですが、まあ簡単な結果なので皆さんも理解できたかと思うんですが、土壌肥沃度の変化、地形条件とか栽培履歴によってですね大きく左右され、で現行の栽培によって窒素やカリは比較的安定に推移しているが、下級体リン酸ですね、リン結の危険性が高いようで、その影響としては土壌浸食が考えられました。また、その対策としてですね、天水田を斜面脚部に作ると比較的土壌肥沃度が高いことに加えて斜面上部からの物質、水、溶質を受け止めることができるシンクとしての機能が期待されますので、持続的な栽培がやや可能であったということで、最後にですね、焼き畑っていうのはですね、取れる量、期待している量はだいたい1ヘクタールあたり2トンぐらい取れれば家族を食わしていくことができます。で売ることはできないんですけど、まあほとんどの農家が農家というんですが、米に関しては自家消費米だけです。でその2トンにも満たない状況が続いているんですね。それで2ヶ月ぐらい米がなくてですね、よく取れている人から買ったりですとか、農家なんですけど自家消費米食えなくて買ったりとかっていうしてるんですよね。で農民の方はですね、土地の条件をよく知ってます。私最初に行って穴掘りをして、どっちの土がいいのって農家の人に聞かれた時に A ですって答えたら、農家の人は B ですって言って、どうしてって聞いたら、ある草を示してこの草が生えてる方が土地の肥沃度が高い、土が肥えている土地だ。で私ふと気づいたんですが、実は土壌断面って穴を掘るんですけど、その横から見て、あ、有機物もたくさん溜まってるしこっちの方がいいだろう、 A の方がいいだろうって言ったんですが、地形条件がちょっと違ったんですね。同じ30度の斜面なんですけど、比較的下から中間のところが A で、カーブの方が B ということで、水の移動を考慮すると、単純に土壌断面で、特徴が引っ越えてそうだなと思ったんですが、実は農家の人の方が正しかった。ただし農家の人は経験に照らし合わせて判断できます。だけど今後の変化っていうのを先取りしてですね、考えるっていうことができないような気がします。そこで我々研究者とかですね、技術者の人がいて、どういう要因で土地が悪くなっているかっていうのを明らかにすることによって、ある程度有効な対策を考えられるのかなという気がしております。はい、以上です。どうもありがとうございました。焼き畑の農業についてお話を伺う機会というのはそれほど多くないと思います。私も初めて伺いました。何かご質問ございませんか。どうぞお願いします。お米というか稲について聞きたいんですけども、斜面に、まあ、植えたというか、その稲とその天水田を作ったというのはね、そこに植えた稲は同じ品種、その地元で作ってる同じ品種を植えたんですか。
はい、この村で作ってる品種は在来品種です。だから、種をもみを買ってきて植えてるっていうのはないです。それと、水陸両用といいますか、水がたまればそれなりに取れるし、水がたまらなくても取れるという品種を使ってました。で、現地語で名前聞いたんですけど、4種類ぐらい顔なんとかって聞いたんですけど、まあ それを記載するにとどめていた。で、天水田の方も種の直巻き。そうです。いわゆる日本でいう苗を作って株を捨てるわけではない。違う。で、天水田は実際にはそこに水がたまるというか、日本の水田のように水がたまることもある。いや、ですね、それで淡水芯を測ろうとして圧力計を入れたんですが、残念なことにそれが壊れてたんですよね。で、現場でよく観察するとどうも溜まっていなさそうな気がします。っていうのは不公気なんですよ。だから大きな穴がたくさん開いてて、土壌生物がぐにょぐにょやってるし、構造も発達しているので、飽和透水係数で計算すると、確か1日で600ミリぐらい流すぐらいのすごい透水性がいい。で、白かきもしてませんので、多分たまんなかったと思います。雨が降っても水がたまるのではなくて、雨が降っても下にずっと水は行っちゃう。一時的には大量に豪雨が降ったら斜面を下っていって、一時的にはたまるかと思うんですが、常時淡水する条件にはないと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。他何かご質問ありませんか。僕から聞いていいですか。全然、はい、写真紹介します。いやいやいや、ちょっとよく分からなかったというのを一つだけお話を聞きたいんですけど、焼き畑をすると土の中の養分が増える。例えばリンの濃度が高くなりました。炎があったら高くなりました。また作物があったら下がりました。また高くなりましたっていうようなお話がありましたよね。それからもう一つあったのは、焼き畑をやって十分に休ませてる間に回復して、でまたやればってこうずっと持続的になるという話だったんです。それで質問というのは、肥料入れてないですよね、はい、外から、はい、だけど焼き畑をして作物を作って十分休ませたらどうして元に戻るんですか。それは肥料はどこからやってくるんですか。リンの場合は空中から降ってくるのはそんなにないんで、土の中から出てくるんですよ、先生。あ、深い方から。はい。で、リンは前リンと、さっき紹介したのは下級体リンと言われて、要は溶液に溶け出して作物が吸うであろうというリンの総量なんですね。だからバファ、元前リンのバッファーはもっと大きいので、それが可溶化して樹木が吸って、長年かけて樹木に溜めたやつが配分となって土に還る。ただ土に還るときも 100% 還るんじゃなくて、帰散したり対流で飛ばされたりってするので、報告によって 49% ぐらい植生中のリンは返ってこないよっていう結果もあるんですけど、こうやってそれから作物とか植物によってはリンを積極的に吸収するような植物もあります。有機酸を出して可溶化して吸い込むという力があるということで、それが表面近くに集積していって地表面に灰として与えられるというメカニズムだと。そうすると今のお話からすると、リンは土の深いところにあったり、もともと使いにくいリンがあったのが休んでる間になんとか使われて上の木に入って、それを燃やして灰になって使えるようになる。はい、いうことです。はい、簡単に言えばそういうことだと思います。窒素も同じなんですか。窒素の方が複雑だと思います。窒素は、窒素固定菌ですとか脱窒菌とかっていうのがいますので、常に、循環する可能性、条件が変われば、はい、ただ、休暇の時に多分有機物も増えますので、落ち葉とか落葉落枝ですとかそういうのも増えてきますので、比較的表面に窒素も、下級体の窒素も増えると思います。それから微生物の影響も大きいです。
いや、あのイメージがそういう感じだったんですよね。肥料を上げなくても、まあ、休ませる期間はある程度きちっと取れば、あのずっと持続的にうまくやっていけるっていう世界があるんだ。そうです。だから農民の自由な意思によって、まあ、人口が増えてるのも問題なんですけど、人口が増えない限りはある程度の農民の自由な意思で やればそれほど目くじら立ってるような森林破壊も起こらない。ただ強制的に移住して特定の土地だけでやらせるとやっぱりこういうことが起こるという。わかりました。ありがとうございます。どうぞお願いします。あの大変興味深い。ありがとうございます。あの私あの前名古屋大学に行った時ですね、あのちょっと、はい、このラオス国軍ですね、ニャキャタ調べるプロジェクトをあのグローバル COE というプロジェクトの一環で、あのやってたんですが、その時にちょうど今回 あの10年間もここで現地で調査されてるんですよね。で、まあ、7年ですか、はい、7年ですか、まあ、7年間あの、この焼き方、私は実はあの気候学者の端くれなんですけどね、年々の気候変動、特に降水量の変動の影響みたいな、いやちょうど俺がやってる時に特にあの春の日入りの時期にですね、えらく多分同じ期間ぐらいかもしれませんけど、えらく雨が降ってなんか日入れができないとかね、なんかそういう非常に遅れてしまうとか、それからまあそういう影響と、それからまあ本当にモンスーン期の雨の量というのを関係すると思うんですけどね、なんかそういうあの年々の天候というか気候を特にあのあんま雨だと思うんですけど、そういうものの影響というのはどの程度ありますか、ありませんか。確実に左右すると思います。終了。ただラオスは、気象庁みたいなのもあるんですが、実は JICA の専門家で私の知り合いが入ってて、あの長年の気象データくださいっていうお願いして手に入れてはみたんですが、その人曰くあまり信用できませんということだったんですよね。だから記載の仕方も人によってまちまちだし、桁が違ってたりとか、詳しく見るとエラーがたくさんあるそうなんですよね。だから政府発表の統計データとか見ても、あ、実はあの平均収量が 1.4 トンとかっていう統計データも拾ってきたんですけど、この村で 1.4 トンも取ってるところほとんどないような気がしますね。だから平気でその統計データが動くので、ちょっと気象データも信頼できないんですが、先生がおっしゃるように、さっきがずれたり養分が還元されなかったら致命的な影響を受けます。で、私が行ってる時もなかなか雨が降らないんで種まきができないねみたいな話もしてました。はい、はい、お願いします。はい、ええ、佐々木さんお願いします。ちょっとあのマイクをすいませんお願いします。あのですね、私もあのはっきり分かってないんですが、あの斜面が浸食されて、そこでの養分があの下の方に落ちるわけですよね。で、そこで稲、を作ると、まあ、収穫量が増えるということなんですが、これと焼き畑の環境はどうなんですかね。あのそこも焼き畑なんですか。基本的にそこも同じ作業をやります。あの連続する斜面全部所有者が一緒だったら基本的に同じ、切って焼いて同じように陸と作付けしてるんですが、最近ではその下の方が取れるっていうのを農家の人らがよく分かってきたみたいで、下はあの金になるような名イズを植えたりですとかいうふうな工夫をしながらやってる農家も見られます。その際ですね、その斜面には何も植えないんでしょうか。植えるんでしょうか。植えます。あ、木切っても火つけたら必ず植えます。なるほど。じゃあ斜面も植えてて、あの下の方も全水の方もちゃんと作るということで、全部使うということですね。はい、ただ下はただ何もしないのであぜがあって、ちょっと水を溜めたりするような工夫なんていうのはやってないですけど。これまではそのあの、下側の方は使ってなかったんですか。いや、使ってます。同じように3年に1回とか使ってます。なるほど。じゃあ、あの、下の方で全水田をあの作るようになったから収穫が増えたというよりも、自分がやったテーマわけですね。で、点数で作ったのは私が作って農家の人を試したんですよ。なるほど。
はい、もっと取れるんじゃないか、もっと長期間連続しても取れるんだったら上の休館期間もしかしたら1年ぐらい長くできるのかなと思ってやった。なの上の方での、まあ、あの休む期間を長くしておいて下の方でたくさん取れるという方法ですよね。まあそれを期待してやったんですけど、はい、実際は農家の人どう捉えたか、ちょうど最後の年だったので、その後あのアフターケアというか行ってないのでよくわからないですけど。それじゃ あの司会になりました。柏木先生、ありがとうございました。